はい、では待ちに待った FXD ちょっと前回の ELD が正直良すぎて、でフォアでも使えるしバックでもちょうどいいというので、もしかしたら柔らかすぎるんちゃうかと懸念される FXD まあ打ってみよう、はい、お願いします。お願いします。音高い系ですかね、うん、柔らかい。だからあのフォア打ちであの音が鳴ってしまう、うん、こんなんでもスマッシュする人めっちゃいいじゃん。あもう出した。めっちゃ音気持ちいいやん、うん、ちょっとドライブ。はい、めっちゃいくやん、うん、めっちゃ球いくやん。なんか ELD 打っても走り軽く打ったしか。全然良さそう。あもう分かりやすくインパクトの力で度数変えれるな。ELD であの音がキーンっていう音がならへん人はこの FXD やると多分最高にいいと思う。今軽く打つとめっちゃ球走る。あ、ごめん。なんかこれぐらいのインパクトで球がなんか全然いいっすね。めっちゃいい。ギュンっていく、はい、めっちゃ軽く打ってる今。逆に強く打つと微妙なんだよ。あ、ちょっと食い込みすぎちゃうかもしれない。少し。あ、悪くないけど柔らかい分ちょっとコントロールしにくい。強く打つとね。軽く打つと抜群にいいな。ほんまにインパクトの強さやな。もうラバーはもう全く一緒。一緒。一緒。ほんまになんかちょっと柔らかいか硬いかだけ。掴むだけとかじゃなくて、掴んだ後にこうめっちゃいってくれる。優秀。優秀。これも多分軽く、軽くいくといいな。強くいっても多分あんまボール走らんと思う。でもボールでもやっぱ軽いのは軽いですね。柔らかいボール。まあな、うん、あ、やっぱ食い込むな、うん、柔らかいから。やりやすいけど、まあまあカウンターも一通りやっとかな。おお、まあ柔らかいからあ、こういう系はめっちゃやりやすいわ。めっちゃいいわ。グニャンって掴んでくれる。ああいうカウンターとか、うん、まだこっちの ELD はもう少し自分の力でキュンってこう乗せなあかんけど、うん、一切乗せる必要はない。まあでもいいわ。これすごいいいラバー。女子選手とかでいいんじゃないか。うん、いやほんまにすごいいいラバーを作ったと思う。じゃあ、はい、これで。あ、めっちゃいいわ。球走ってる、ね、強く打たんでいいですね。めっちゃいいボールいや、マジで力いらん、全然力いらんもん。ああ。確かに全然力いらんもん。めっちゃ食い込んでんな。はい、
な。もつは安定にする全然あ打ちやすい。なんか見てて持ってるのが分かる、はい、ちょっと一回 EUD って言っていいですか。いいよ EUD やる。あとこっちの方がいってる感あるけど、うん、うまい。うわ、ごめんなさい。早い。まあ、その分帰ってくるのも早いけど。まあ、FXE の方がやりやすいのはやりやすい。下書いてる人。ちょっと。ちょっとやな。簡単に上がるな。初めてベガヨーロッパ触った時やりやすい。今でもな、めっさ伸びてくるよ。結構トシェル側はずしっとくる。シートは強いですね。あんまりでも自分で欠けてるからないねんけど、勝手にやっぱシートはかかってくれんねん。ジュニアでいけそう。いけそう。小学生とかでもなんかいけそうなぐらいのそのスポンジコード、はい、いいな。ほんまになんかそのまんまのあの MXD の性能をこうコードでうまいことやった、うん、だからほんまになんかうまいこと作ったそのラバー、うん、バタフライとかもそういうのやってるな。そのディグニクスのこうコードだけを、はい、性能そのままで弾力もこうむしろそのまま頑張って残してコードだけ変えるっていう。それやったらもうリグニクスバカ売れやろな。柔らかすぎんか。めっちゃ柔らかいやん。結構だからシートでいった方がいいですね。取り込ませすぎるとやっぱちょっとこういう感じ。そう、あ、いいんじゃないか。あ、そうです。シートで行くとなんか良さが出ますね。食い込ませるとちょっとしんどい。こういう感じ、うん、もうボールの上取ってるだけでいい。無理やわ、俺試合になると絶対こうなる。こういうバックになるもんね。絶対こうなるもんね。でも最後はもうこういくやん。あ、いい音がいいわ。めっちゃいい音。おお塗ってますよね、あの人。絶対言われる。うわ、めっちゃいい音になる、これ。やっぱこっちの方が音はなるな。なりますね。ビートで言ったら。うん、ということで、FXD を仕出しました。はい。もう単純に、インパクトの強さ。MXD でいける人は全然あれでいてくれていいと思う。そう。その、インパクト的に、若い大学生とか。でも、あれを、ほんまにもうカタログに書いてたまんま。ちょっとでも硬いなと感じる人はもう抜群にいいと思う。 ELD で今回試合した FXD はもっとそれをもう2度、やっぱ2度ちゃうな、全然2度の高度の差ってもっと楽になる。ほんまになんかほぼ全員使えそう。なんか卓球やってる人たちもうレベルとか関係なくもう全員がこのなんかエボリューションのこの3種類で収まりそうな感じ。それぐらいめっちゃいいラバー。いや、ちょっと驚きです。あのティバーさんありがとうございます。いや、こういうラバー作ってくれて、いや本当にこれはめっちゃいい、うん、ちょっと今までとやっぱ違う感覚ですね。うん、いや、やっぱ楽しいんだ。だからこういうもう新商品の指導はほんまに楽しい、新しい発見。まあもちろんたまにあれっていうラバーもあるけど、いや見事になんかいいものをなんか作った。もう他のエボリューションむしろ使わなくてもいいぐらい。全然もう全部これでいいと思う。いいですね。エボリューションシリーズ。もうむしろ他のエボリューションシリーズ店頭に並べず、もうこれだけでもいいぐらい。なんかそれぐらいなんかちょっと性能ぶっ飛んだ。うん、ということでぜひ皆さん。うちのネットショップでも販売するので、ぜひ皆さん一度試してみてください。
ということで以上、レボリューションシリーズシダでした。ありがとうございました。ありがとうございました。